がにやばくね。去年までずっとレギュラーやった選手やぞ。いや、佐藤より守れるって言ってもめくそ鼻くそやん。ずっとレギュラーでした。ノイジーより打てます。佐藤より守れます。セイバーメトリクスを 1mm も知らなそう。 WAR もずっとプラスでレギュラーこなしてたのに、勝手なイメージで開幕から外されて一切チャンスももらえずにここまで来てるのやばくね。で、打率何割よ。出塁率3割8分は期待できるわ。プロ2年目で3割9分を記録した化け物やからな。おじいちゃん、それも5年も前のシーズンの記録でしょ。現実験だよ。助けて誠司さん。阪神ファンの岡田への過小評価は異常。サードで出るなら長打がもっと欲しい。他チームのサード見てみなわれ。そうそうたるメンバーよ。長打も出塁能力もない。レフトの代わりに出るんやから出塁能力が高いだけで A 定期。はあ、もういいっす。外野やればええやん。今の出塁率はノイジー293、糸原323。ノイジー241、4本27打点、OPS613、WAR-。 糸原通算273、12本190打点、 OPS696、 WAR+。 これで糸原干す理由 1mm もわからなくて草。先生助けて。佐々木キラーイトゲンやぞ。実際糸原ってサードは上手いしな。セカンドがヤバすぎるだけ。糸原、内野どこでも守れます。出塁率高いです。たまにホームランも打ちます。エラー誘発します。マジでもっと使うべきやろ。一番最後は割と合ってる。糸原構想外って開幕前から言われてたやろ。糸原トレードに出したら誰が取れるんやろな。使って変し高いし足元見られるやろ。外やし欲しそうやし、よくて楽天ノーゴーと勝ちゃうか。ちょうど交流戦でもお披露目あったし。昨日の打席見てほんまに打てると思ったか。糸原をスタメンで使うことはもうないやろ。年齢と怪我による劣化がな。 WAR プラス定期。今年 0.1 ですけど、チャンスもらえてないから下触れてるんやアホ。打率1割台だからでしょ。こいつと原口が代打で出てきて三振と凡退繰り返すたび笑えるわ。岡田っていつまでたっても学ばんよな。出塁率3割2分定期。糸原は今までシーズンの HR 数は3本が最高やけど、ノイジーは4本打ってるから、どっちも使うなか探せ。 WAR2020 0.1、 2021 2.4、 2020 1.1、 2021 0.7、 2022 0.6、 2023 0.1。 言うほど優先して使いたくなるような数値か。有効骨骨折やってからは別人だから、打席数多くなったら低いレベルで収束する。2018年糸原さんってめちゃくちゃいい選手だよな。打ち足で出塁率390ってガチで優秀な数字やろ。ぶっちゃけ原口糸原を代打に使うなら若いの使った方がええ気がするってくらい大差ないと思う。このままやと3年後には高山と一緒に戦力外になりそうやな。高山行き長すぎやろ。使わないなら糸原こそ現役ドラフトに出すべき。買い殺しはもったいないよ。去年より今年の方が出塁率上がってるのどうなってるんや。通過糸原とポジションを追ってたっけ。糸原出してほしいなら里てる畑や。糸原三塁、佐藤三塁、ノイジー本来は三塁。テルをライトにして糸原をサードにすれば全て解決する。定期ついでにノイジーも三塁に戻そうや。それでええな。糸原とノイジーでサードは競争。これから納得できるわ。その方が公平な勝負よな。お互い本職で競争できるし、ミエセスや前川たちはレフトで競争すればいい。アベレージが少しマシになった倉本やしな、ひいきにいたら使いにくいと思うぞ。サード糸原、ライト佐藤、レフトミエセスが最適はかってこと。